本当にこんなのでいいのか？学校でユータが食べているのを見て、前から構造が気になっていた。ここをパージして、表皮を分離する。両側を持って引っ張るんだ。おお、かっこいい。かっこいいか、うん、おいしい。トーカさんが見たら怒りそうだな。ほれ、唐揚げもあるぞ。おつの味。どんな味だよ。ユータのおにぎりは食べたいか？ほれ。辛かったか？ユータ、悪い悪い、お詫びにこれやるから。赤は危険。さすがに引っかからないか。補給完了。よし、じゃあ帰るか。整えてあげたんだから告白しなさいってことかな。さあ俺が知るか。なんだよ、白状だぞ。入学式の時に気を利かせて声をかけてやった恩を忘れたのか。またその話か。切るぞ。ああ、お待ちになって。なんだよ。高梨さんとはどうなんだよ。今飯食べたところだ。あいつ家の鍵忘れてさ。え、あ、じゃあもしかして二人きりかよ。まあな。怪しい怪しいとは思っていたが、そこまでとは。何勘違いしてんだ。あるわけないだろ、んな展開。なんで？なんでって、立夏だぞ、中二病全開だぞ。でも高校生だぞ。いや、でも…ユータ。ん？でも…もしもし？おい！たく…お？リッカと…いや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 、ないない。つうか、あの中二病頭のリッカに恋愛なんて発想があるわけ。ユータ、これはミョルニルハンマー？ないない、伸びるからやめろ。袖を折れば大丈夫だろ。おう、いちいちよく思いつくよな。ほら、もう遅いぞ。こっちの部屋で寝ていいから、歯磨いて。ユータの匂いがする。やめろ。どうして？ユータの匂いがする。ダメ、なんか恥ずかしい。じゃあ消すぞ。夜は蛇王神眼が活性化するとき。すでに。いいから寝ろ。たく、何が俺の匂いだ。はあ、うん、ん、寝ろって言ったろ。胸騒ぎがする。おそらく近くに来ている。警戒が必要。あのな、消すぞ。胸騒ぎがする。寝れば治る。ドキドキする。同じだ。ワクワクする。テーマパークの CM か。ワクワクする。なんでだよ。わからない。いいから寝ろ。待って。あのな、行かないで。うそ、こいつ。ユータ、目をつむって。え、
少しだけ、少しだけでいいから。嘘だろ、こいつ本当に、つかいいのか俺。いや待て、いやでも、なんだこれは。絶対効力魔法のかけら、さっき交わした新たな契約の証。もう少し目立たない位置にしてくれ。ここが最適。これで闇の力はさらに倍増。ダークフレームよりも強力なダークバスターを放てる。寝るぞ。中二病はどこまで行っても中二病か。まあこれでよかったのか。まあいいか。ドキドキする、この気配。ゆうた。